皆さん、こんにちは。皆さんは平家道代さんという方をご存知でしょうか。彼女は1997年テレビ東京系バラエティ朝ヤンという大人気オーディション番組でグランプリを獲得し、武道館1万人ライブという華々しい舞台でデビューを飾った当時の大型新人でした。ところが同じオーディションで落選したメンバーたちによって結成されたモーニング娘。の人気が急上昇。彼女たちが国民的アイドルへと成長を遂げたのに反し、自身はヒットを飛ばすことなく世の中から忘れ去られてしまったのです。平家道代さんはオーディションでグランプリを獲得したにもかかわらず、モーニング娘。に全て持っていかれてしまい、なかなか売れず、かわいそうとも苦労人とも言われた元ハロープロジェクトの一員なのです。なぜ彼女はこんなに報われなかったのでしょうか。そこで今回は平家道代さんが売れなかった理由や彼女の現在について詳しく調査してみましたので、ご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。平家道代さんは1979年4月6日生まれ、三重県名張市出身。高校を卒業後、1997年に朝ヤンで行われたシャラン級女性ロックボーカリストオーディションで見事グランプリを獲得し、芸能界入りを果たします。ハロープロジェクトに在籍し、アイドルとして活動していました。グランプリ受賞という輝かしいスタートを切りましたが、その後はあまり売れていません。シックスシングルシーンで作詞に挑戦するなど、普通のアイドルとは一線を画す活動を行っていましたが、オリコンチャートではギリギリ100位以内程度の鳴かず飛ばずの状態が続きました。2000年5月に発売されたワンルーム夏の恋物語で、デビュー当初からプロデューサーを務めていたシャラン Q 畑さんからツンクプロデュースへと変わりました。それに伴い音楽性もこれまでのロック調からポップスに変更。ツンクプロデュースということもあって、オリコンの順位が持ち直します。ハロプロのシャッフルユニット活動にも参加していた平家道代さん、2000年に黄色5、2001年7月に七人祭り、2002年7月にはセクシーエイトのメンバーになりました。ソロ歌手として新たな道へ進むため、2002年11月にハロープロジェクトを卒業しています。卒業ライブは東京、大阪、栃木で行われました。ハロプロ卒業後の2004年3月、アーティスト名を平家道代から道代に改名し、全曲作詞作曲を手掛けたファーストアルバムジェシカをインディーズレーベルから発売。シンガーソングライターとして再デビューを果たしました。ここまでの経歴を見る限り、なかなかの苦労人と言えますね。朝ヤンのシャラン級女性ロックボーカリストオーディションでグランプリに選ばれた平家道代さんは、シャラン級のギタリストである畑さんにプロデュースされていました。しかし畑さんのプロデュース能力が低かったのか、ツンクプロデュースのモーニング娘。と比較すると、その活躍には大きな差があります。平家道代さんがハロプロに所属していた間の扱いや売り出し方がかわいそうだとファンの間で話題になりました。そんな黒歴史とも言われるほどの平家道代さんの活動に迫ります。そもそもシャラン級女性ロックボーカリストオーディションは平家道代さんではなく阿部夏実さんがグランプリを取るはずでした。というのもツンクさんは阿部夏実を推していましたが、畑さんのご利用しによって平家道代さんがグランプリを獲得することになったのです。ツンクさんはこのご利用しによりモチベーションが下がってしまい、平家道代さんのプロデュースを全面的に畑さんに押し付けたんだそうです。そしてツンクさんはといえば、阿部夏実さんをどうにかデビューさせようとモーニング娘。結成という復活企画を打ち立てました。平家道代さんをプロデュースすることになった畑さんですが、ご利用しで決めたにもかかわらずプロデュース力はいまいちで、
ブレイクしないまま平家道代さんはハロプロを卒業してしまいます。アサヤンのオーディションで落選した女性たちが結成したモーニング娘。の方が売れたため、平家道代さんはなかなか売れなかったようです。グランプリを逃した女性たちの方が人気が出るというのは、グランプリを獲得した平家道代さんにしてみればとても納得がいかないでしょう。かわいそうと言われる理由はこのデビューの経緯にあるようですね。スターになる切符を勝ち取ったのは平家道代さんだったはずですが、なぜここまで大きくモーニング娘。に差を開けられてしまったのでしょう。当時の売り出し方は、平家道代さんをなるべく露出しないで期待感を煽るという方向だったようです。その売り方が失敗したということでしょうね。対するモーニング娘。は CD5 万枚を売ればデビューできるという企画で、視聴者の注目を集め人気を不動のものにしました。平家道代さんとモーニング娘。は一緒のステージに立つことも多かったそうですが、平家道代さんの歌が始まるとトイレに行く人が続出したということで、とてもかわいそうな時代を過ごしていたのがわかります。これならグランプリを受賞しないで落選組で選ばれた方が良かったと思ってもおかしくありません。その後も楽曲をリリースするも、その差は開いていく一方で、人気アイドルの道を邁進していくモーニング娘。の影に隠れたおまけのようなポジションで活動することになります。人気があまりでなかったということで、2002年にハロプロを卒業し、その後は道代と改名してシンガーソングライターになり活動していました。3枚のアルバムも発売していますし、それなりに人気はあったと思います。歌唱力もあってビジュアルも良いですからね。しかしここでも不運が平家道代さんを襲います。これから売り上げを伸ばしていくぞという時に、当時の事務所社長が失踪したというのです。会社の資金もなくなり、平家道代さんは自分の貯金を切り崩して音楽活動を続けていたのです。これほどまでに不運に遭うなんて本当にかわいそうとしか言えませんよね。その後平家道代さんは2007年にできちゃった婚をして、11月1日に女児の出産、2012年には男児を出産しています。幸せな家庭を築けてとても良かったと思います。この頃にも音楽活動を続けていましたが、体調不良により長期音楽活動休止をしていました。現在も完治はしていませんが、回復傾向にはあるということです。平家道代さんはバラエティ番組しくじり先生にも出演して元気な姿を見せていました。過去にしくじった経験のある人物が同じ失敗をしてしまう人を増やさないよう授業を行う反面教師バラエティ、平家道代さんはゴールデン進出初回の3時間スペシャルに登場し、モーニング娘。に全部持ってかれちゃった先生として授業を展開します。なぜここまで大きくモーニング娘。に差を開けられてしまったのか、授業ではしくじり平家物語と題して、彼女の栄枯盛衰をたどり、生徒たちは思わず悲しすぎると絶叫。その悲哀に満ちた物語が自身の口から語られていく授業は圧巻です。そんな苦境を乗り越え目標に向かって努力している人たちがしくじらないために、大切なことは何かを訴えていきました。そんな平家道代さんは現在2021年に芸能界引退をしており、今は芸能活動をしていないということで、普通に一般人になったようですね。音楽しかないと頑張って芸能活動していましたが、結婚し子供が生まれ家族を持つことによって心境の変化があったのでしょう。今はママとして旦那さんを支え子育てをしているのだと思います。芸能界引退ということで、これからテレビなどへの出演はないかもしれませんが、平家道代さんの MV はアップフロントチャンネルで見ることができます。今年25周年を迎えたハロープロジェクト、
周年を記念してまたハロプロのステージで平家道代さんの歌声が聞きたいですね。いかがでしたでしょうか。今回は平家道代さんが売れなかった理由や彼女の現在についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。